こんにちは、ナナです。ハロースムはさやナナ、ウブドナナをご覧いただきありがとうございます。今日は前回歩いたレビスタ通りの続きです。それでは一緒にじゃらんじゃらん。前回はこの川沿いのジョリーちゃんのビラまでだったので、今回はここからスタートです。場所はこちらです。概要欄にも貼りましたのでご確認ください。はい、ここの歩道行こうかな。よいしょ、よいしょ。よいしょ。これは何屋さんかな？レストラン。特にメニューも出ていないようです。花柄のワンピース、かわいい。さっきのワンピースと似た感じの花柄です。こういうのやっぱり最近多いのかな。よいしょ。カフェ、カフェバー、カクテル、ハッピーアワーカクテルやってます。よいしょ。おいおいおい、はい、正面が服屋さんかな、服屋さん、タトゥー屋さん、 T シャツ屋さん。よいしょ。脇道、はい、脇道それます。はい、お土産屋さん、あれ、猫ちゃんの木彫り。もうちょっと入るだけで静かになりました。ゲストハウスが何軒もあります。ここあー、この花綺麗。よいしょ、綺麗な花。私初めて通ります。うん、初めて。なんかここで行き止まりだと思うんだけど、違うかな。うん、行き止まりです。ここに大きいゲストハウスが、お、電光掲示板がある。大きいゲストハウスがあって行き止まりです。ハロー、わあ、すごい。なんかめっちゃいい感じの入り口じゃないですか。すごいな、このゲストハウス大きい。こっちも多分反対側も階段があって多分つながってると思うんです。あ、ほら、この上にパラソルがあって、
で渡り廊下っていうかあって、大きいサヨンハウス。はい、では、大通り、本通りで下に戻ります。お香とか多いマッサージオイル屋さんです。あ、ソーリです。カラフルな入れ物のお香がたくさん並んでます。向かいに割と新しいレストランが、1軒2軒できています。あれは何を蒸してるんでしょう。お店の名前はヌサンタラ。ヌサンタラ。ココナッツの殻、皮。まだ青いココナッツの殻。これ何？お、お肉です。お肉のようです。はい。見えるかな？お肉を回してます。うわ、こっちから行こう。あら、すごいピンクのお店、かわいい。よいしょ、暑いな。よいしょ、おいおいおい。はい、ここも脇道というか、あ、ここはウブド市場につながってる裏道です。まだ渡らないかな、渡っちゃうかな。はい、行きます。ハロー、ハロー。よいしょ、前ウブド市場で、仲良くなった猫ちゃん、もうこの辺にまだいるのかな。ウブド市場の工事が始まってしまったので、ハロー。ウブド市場の改築工事が始まってしまったので、猫ちゃんたちどこに避難したのかな。Sorry.
お、ジェラート屋さんかな。ジェラートか。あ、テリマカシ。ハロー。ウェルカム。ジェラート用フローズンヨーグルトもあるそうです。あとで食べようかな。Hello. Halo. Ya, terima kasih. Halo. Ya, terima kasih. Esa. よいしょ。市場はここまでかな。ハロー。やあ、とりまかし。参拝ディシニサジャヤ。やあ、とりまかし。ラギブラパブランチアサイエニア。マレッ。おや。3月に、この工事終わるそうです。やあ、つりまかし。3月か。今1月の下旬くらいなので。いやあ、つりまかし。スペシャルな値段。いやあ、つりまかしや。あと一月ちょいくらいでこの工事終わるそうです。はい、じゃあさっきのところに戻ろうかな。あ、さっきこっちの道に入るの忘れてたんですけど、こっちの道にもそれてみようと思います。これは、モンキーフォレストにつながっています。ハロー。やあ、とりまかし。廃材を使って作ったレストラン、カフェかな。ここも割るんだったけど、今はもう空いてるようです。いい感じの雰囲気です。
Yeah. Film, film. Yeah. Yes. モンキーフォレスト通りに出ました。モンキーフォレスト通りのパンダワーミュージックの隣です。はい、ではさっきの道に戻ります。行け。戻ってきました。渡ろうかな。まあいいか。ヨーグルト屋さん、フローズンヨーグルト屋さんです。で、ここがサッカー場です。もうお出目下はここ そこの突き当たりでおしまいです。お、すごい電線がすごい下がってる。お、ワンちゃん、ワンちゃん元気？かわいいね。すごいケーブルが束で歩きづらい。はい、ここまでです。よいしょ。ここでおしまいです。で、ここがさっきも突き当たったモンキーフォレストです。はい、では今日、今日の散歩で見下通りはここまでにしようと思います。いつもバイクでスイッと通ってる道も歩いてみたら見えるものがこんなに増えるんですね。バイクだとせいぜいちらっと目に映るか渋滞時に眺めるくらいでじっくり見ることができません。今回も楽しませていただきました。ありがとう。デビした通り、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。テリマカシフントスダムノンタン参拝アヒルビデオ、またお会いしましょう。参拝順パラギ。次回のウブドナナはスクマ通りを歩きます。お楽しみに。